英語対策に関して、まずアドバンストとオナーズに分かれていた帰国生入試ですが、編入の場合は同時にアドバンストスラッシュオナーズといった形で試験が行われます。同じ内容の試験を解くんですけれども、試験の結果によってアドバンストクラスなのかオナーズクラスなのか、どちらかに分かれます。でここで、注意していただきたいことが、その学年によってオナーズの受け入れがないとかアドバンストの受け入れがないといった時がありますので、受験資格などなど、一度確認してみてください。でこちら対策に関しては、帰国生入試の過去問を活用して練習しましょう。それぞれに出題される問題を組み合わせた形式となる可能性が高いです。試験時間はですね、このアドバンストとオナーズで分かれていた時とアドバンストを目指す方にとっては少し従来よりも長くなっております。英語作文が40分、英語筆記が60分、少し長いですね。で通常と違いリスニングが含まれます。英語面接は10分から20分の間、15分ほどで、時間は変わらないと思うんですけれども、内容が少し変化していきます。英語筆記はですね、先ほどあったようにリスニングと、あとは文法問題ですね。これはアドバンストでもオナーズでも、出題されるんですけれども、空欄補充をしたり間違いを訂正したり、そういった問題が出されるかなと予想されます。リーディングの読解問題も、アドバンストのレベルのものとオナーズのレベルのもの、どちらも出題されるのではないかと思います。英語作文に関しては、パーソナルエッセイのような自分の考え、自分の気持ち、自分の経験を語る問題になるかと思います。去年とかはですね、自分の弱点をどう克服したかなどの問題が出たようです。なので日頃の自分の今までの経験を振り返ったり、するととても良いのかなと思います。英語面接はですね、グループ面接のような形で英語で質問に答えるようです。そうですね、少しおしゃべりのような感じで自分なりの答え、自分なりの考えを伝えるということが大事です。でもしかしたらそのオナーズの受付がないという場合は、アドバンスト方式に寄せた形になる可能性もあるかもしれないです。逆もしかりです。ここの試験内容に関しては公開されていないので、若干変更される可能性もありますが、自分の英語力に自信を持って、試験に、臨みましょう。はい。でこちらがですね、帰国生入試の問題の内容ですね。こちらはちょっとご参考に、練習すればいいかなと思います。例えば True, False, Doesn't Say はどちらもアドバンストでもオナーズでもあるんですけども、ややリーディングの内容が少しレベルが変わっていたりします。あとは、穴埋め問題ですね。こちらが会話文の穴埋めなのか、文法の、チェックをするような穴埋め問題なのか少しわからないので、こちら気をつけて読んでみましょう。でレベルはですね、やっぱり、2級から準1級の間なのかなと思います。で最後に、英語対策レギュラーに関して、お話しします。レギュラーの場合は一般とほぼ変わらないので、基本的には従来の学年層の英語力があるかどうかというのが見られると思います。こちらはコックス A の試験、3科目の試験となっていて、それぞれ50分ずつとなっております。下越有明さんの問題で少し傾向として見られるのが、問題の量が少し多いような感じですので、問題の種類や問題の量自体どちらも多いので、たくさんの数の問題を、短い間でこなせるかどうかという練習をするのが良いかなと思います。で通常の、文法とか語彙問題とかができればいいのかなと思いますので、もし苦手なタイプの問題がありましたら、そちらの練習をしてみましょう。でスピーキングやリスニングなどは、おそらくないかなと思われます。こちらやはり情報が少ないので、今までの過去の生徒さんから伺ったお話とかをまとめてお伝えしております。はい。